アナ・タンゲブコドノップススランセフォーリアスクルツは、垂れ下がって育つ、多年草。剣鏡属に含まれる、多年生の双本。茎は、数本を群生し、その先端はやや垂れるように伸び、長さ30から80センチメートルになる。葉は耐性で、3から6ミリメートルの短い葉形があり、葉身は非芯型から、卵状非芯型で、 長さ5から11センチメートル、幅1.5から5センチメートル。洋芯の先端は突き出して尖り、基部はくさび型から丸くなっており、縁は虚子があるが時に不明瞭。葉の両面は無毛、またはほの毛が多少あり、下面は往々に開白色になっている。花は茎の先端に出て二差分子した周酸果樹となる。額は下期には短いが、 果実になる頃には伸びて、果敢の基部付近までになる。紙片は、線状皮心型で通常は、挙子があって、長さ4から12ミリメートル。果敢は、長さ8から12ミリメートル、計6ミリメートル、ごく浅い釣り金型で白又は淡い紅色。液化は、休憩で、計1センチメートルほどになり、はじめは肉質だが後に間質になって、不規則に裂ける。 種子は広大型で、長さ0.6ミ、mm、リメートル。別名に、台湾剣儀峡、島儀橋がある。種子島以南の南西諸島に分布し、国外では、台湾、中国から、インド、マレーシアまで知られる。森林内、山地の川岸など、湿気の多いところに見られる。以下、種として、初島、P595 佐竹ほか、P149 池原。 212、ありがとうございます。